こんにちはフィーフィーです中国では不動産バブルが崩壊してデフォルトが相次いでいますもうこの影響が隠しきれないほど出てきているんですよね 中国の大手不動産開発会社の恒大集団、そしてサナックチャイナに続いて、今度は同じく中国の大手不動産会社のグリーンランドが外貨建ての社債の返済を1年間延長してくれないかと、投資家に対して要請していることがわかりました。もうこれ事実上のデフォルトですよね。 中国の不動産債務問題は日本で大きくは報じられていませんが、これまで中国経済は主に不動産分野で支えられてきただけに、中国にとってはかなり深刻な問題なんです。もちろん中国経済は規模が大きいですから、中国の不動産バブル崩壊という衝撃は世界経済にも影響を与えるんですね。 ま、ようやく徐々に上海のロックダウンも解除されて、大都市の経済活動が再開となっても、この不動産債務問題が解決されるわけではないんです。また中国はアメリカからの厳しい経済制裁も受けていますから、経済が急激に悪化しています。今後中国経済が衰退していくことは確実なんですね。 まあここまで言ってもなかなか日本の大手メディアがこうした事実を報道しないので大げさなことを言っているなぁと思う人もいるかもしれません。え日本のメディアは、まあ、大体中国政府の発表するニュースをそのまま流しているだけですからね。まあそこから真実は見えてこないんです。中国のゼロコロナ政策ばかりが注目されてきましたけど、ようやくここに来て 中国経済のやばすぎる現状がどんどん出てきました。今日は中でもこの中国の不動産債務問題について、中国で一体何が今起きているのか、なぜこんなことになってしまったのかをお話ししたいと思います。まず最近中国では気になることが起きていたんですね。 地方のいくつかの銀行で顧客が預金を引き出せなくなるということがあったんです。会社なんかの預金も止められてしまったので、従業員の給料も払えなくなったんですよね。 こんなこと日本ではありえないですよね。もう大変なことです。取引ができなくなった人々が銀行に押し寄せたそうですが、銀行側はシステム変更に手間取っているというだけ、まあ、詳しい説明は一切なしだったというんですね。また、抗議に詰めかけた人が連行されてホテルなどに監禁されたという報道もあります。 で預金を止められてしまったその原因なんですが銀行にお金がないからと専門家は見ていますえつい最近も上海で銀行の ATM が使えなくなるという騒ぎが起きていたといいますしかしなぜこんなことが起きてしまうのかここには中国の不動産債務問題が関係しているんですね まず中国って経済大国にまで成り上がりましたが、実は貧富の差が激しいんですね。実際に富裕層もほんの一握りしかいないんです。中国共産党のナンバー2の李克強首相も2020年の人民代表大会で 中国には月収1000元、まあ、日本円で1万6000円以下で生活する貧しい人が6億人もいると暴露したことがありました。まあ、都心部以外は貧しい人がほとんどなんですね。で、それなのにですよ、中国は地方の街にも高層マンションなんかが立ち並んでいるわけです。もう誰が買うのって思いますよね。 ここが中国の不動産の債務問題を生んだ大きな原因なんです中国は主に地方の財源を確保するためにもただひたすら高層マンションなんかを建てまくってきたわけですでその結果人口10億人の中国でなんと17億世帯分のマンションが計画されてしまったんですよね 建設された当時から空き家だった物件も多かったんですが、不動産バブルが弾けた今となっては、こうした地方のマンションなんかが立ち並ぶニュータウンがゴーストタウンとなってしまったんです。不動産開発会社の経営が傾き出した昨年からは、マンションの建設がストップしてしまって、放置されたままの現場も多く見られるそうです。 で昨年から恒大集団の債務問題が出てきましたよねでこの恒大集団という会社は、まあ、規模で言えば日本の三菱自動あとは住友不動産よりも全然大きな会社なんですね1996年に広州で不動産開発をスタートさせて2020年の売上高は日本円で約8兆6,000億円にもなっていました しかしその一方で負債総額はなんと約33兆4000億円にもなっていたんですねただ中国政府としては恒大集団を何としてでも破綻させるわけにはいかないんですもう中国経済の象徴のようなこの大企業が潰れてしまうことは中国経済の崩壊のようなものですから しかも恒大集団が潰れてしまうと他の企業もバタバタと潰れていってしまいますただもう実際には恒大集団は事実上のデフォルトをしていますからね 現在は政府の管理下に置かれてもう少しでも破綻した際の衝撃を抑えるために調整に入っているわけです。だから高大集団以外の不動産会社がもう最近いくつもデフォルトしているんです。で、あちこちで不動産会社の経営が行き詰まっているからさっきもお話ししたように銀行から預金が引き出せなくなるという金融機関のパニックが起きてしまうわけです。 ではなぜ中国政府はこのような事態を収束させるために対策を取らないのか。まあ、これまでなら中国政府が公的な資金を投入して大企業の危機を救済してきたんですよね。ただ今回の場合はあまりにトラブっている銀行や経営機器にある大手不動産開発会社がもう多いので手をつけられないんです。でどうしたのか。これ本当 本当にありえないんですが、中国政府は再び銀行側に住宅ローンの融資を受けやすくするように求めたんです。まあ、こんな時に銀行だってお金を貸したくないですよね。まあ、つまり中国政府はまだ無理やり不動産バブルを引っ張ろうとしているんです。もうとっくの昔にバブルは弾けているのに、まあ、実に 中国らしいですよね。もうやっていることが場当たり的でめちゃくちゃなんです。まあ、普通なら経済の構造改革をやるべきなのに逆にまた不動産投資を中国人民に呼びかけているんですね。まあ、こうでもしないと地方政府が破綻するからでしょうえ。地方政府は土地の使用権を不動産開発会社に売って税収を得てきたんですね。 でもこれができなくなると財源がなくなくってしまうんです最近地方では警察以外、まあ、教師なんかの公務員には給料の未払いも発生しているといいますそれだけ今中国の地方の政府が不動産バブル崩壊で財政難に陥っているんですよね。 さて、そんな中で中国の不動産バブルの崩壊の影響がなんと中国のサッカースーパーリーグにも出ているというんです。5月24日、重慶市のサッカーチームが解散という報道がありました。親会社の財政難とサッカーへの投資意欲の急激な低下が解散の直接の理由だそうです。 実は中国のスーパーリーグでは昨年から財政難に陥ったクラブが選手やスタッフへの給与が払えないという事態が起きていたんですよねで。給与を払ってもらえないことを理由に帰国する外国人選手や監督もいたんです。中国のプロサッカーのスーパーリーグはチームのスポンサーの約7割が不動産関連企業なんですね。 つまり最近の不動産会社の債務問題が影響してチームの資金繰りが苦しくなっているわけです。スーパーリーグに所属する16クラブ中高大集団がオーナーを務めるあの公衆 FC を含め実に11のクラブで給与の未払いがあったと今年2月に報じられました。 かつてはチャイナマネーでヨーロッパで活躍していた大物選手を次々と獲得して世界を震撼させてきた中国サッカー界も今はこうして崩壊に向かっています、まあ、こうしてお話ししてきたことも、まあ、中国の不動産バブル崩壊のほんの一例だと思います中国政府は今何が中国で起きているのか都合の悪いことは一切報道しません だからなかなかその実情が見えてこないんですよね。ただ確実に言えることは中国では不動産バブルの崩壊を引き金に中国経済全体が今後衰退に向かっていくということです。さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。 そして「フィフィチャンネル」の登録もお願いします。